はい、どうも、ケーキングです。今日はですね、レトロゲームで遊ぼうということで、選んだのはこれです。ゲームボーイのアルタイプ。やっていきましょう。めっちゃ久しぶりですよね。メガドラでミニにさ、アルタイプあったんですよ。久しぶりにちょっとやって、ちょっと前なんですけどね、やって、久しぶりにアルタイプなんかしようかなと。そんな感じです。スーパーマンとか迷ったんですけどね。一応ね、プレステのやつもね、持ってたんですが、もう忘れましたね。この辺もボスは覚えてるんですけどね。この BGM とね。道中はちょっと忘れたよ、さすがにね。ゲームボーイ懐かしいわ。いい感じやね。こっちに別々、よし、いいね、順調。さあ回収してしっかりね強化していく。今日はそうですね、どこまでいけるかみたいな、そんな感じですね。よし、いいね。次出ようか。ここで今だ。スピード強化したいのこれ遅い。はい、これ大事。2か。はい、取ります。OK、 いいね、サクッと。さあ上も破壊しつつ、いい感じじゃないですか。さあレーザーで、よし、どうするボスか。来た、来ましたね。これはね、真ん中に打ち込んで、入った、入ってますね。もうこれで終わりですね。はい、サクッと。はい、終わりと。さあ2面、1面はさっくりとね、サクッと終わりましたね。あ、スピードアップいいね。スピードアップはちょっと取って、もう一つ取りたいかな。ちょっと遅いよね、これね。取りすぎると動きづらいですけどね。もう一個取っても大丈夫ですよ。はい、問題ない。さすがにここもクリアしたいわ。ここのボスは覚えてます。真ん中に引っ掛ければ OK です。この辺はね、ちょっと覚えてないですけどね。ゲームボーイはね、そんなに難しくないですよね、あるタイプね。あ、2もね、あったんですよ。どっちしようかなと思ってね、とりあえず1にします。これグラディウスとかさ、タロデュースとかね、ちょこちょこ動画上げてるんですが、結構好きなんですよ、シンプルに。OK。ちょっとボタンの連射疲れるけど。順調じゃないですか。そこ違う。こっち来る？くねくね来るね。くねるね、こいつ。はね、でここに引っ掛けたいんですよね。このもうちょっとここ、これで OK。 このパターン入ってるよ、これは。もうあとは待つだけですね。入ってるよね。よしよしよし、
あとはパターンマス上げ、はい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 、あっとる、ちょこちょこダメージ与えてますよ。オッケー、よし終わりました。ステージ2クリア。さあステージ3取ります。上と下出るやつやね、上下。さあ破壊しつつ、潜り込もう、ダメージ与えつつね。メガドレンズのとこステージ似てるとこありましたね。ちょっと違ったんですけどね、まあ似てましたよね。よし、いい感じやろ、剥がしろ、オッケー、這わせてね、倒していくだけ、何も難しいことはない。来た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 、あ、こんな早かったっけ。とりあえず倒して倒して、違う、これあれやったね、後ろにくっつけたいんですよね。そう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 、ちょっとこれ後ろにくっつけて、であとは、いや前やね、次は前っすね、でしたよねこれね。危ない危ない危ない、奥ね。で、ここに入りたい。そうそうそう、こんな感じの感じ。これで、もう終わりっすね。さてとか、次出てきた時が、終わりだ。よし。ステージ3終わりました。順調です。オッケーオッケーオッケー。さあステージ4、ここもね覚えてますよ、ちょっと完璧に動きは覚えてないけど、下下か下じゃないか上か、ちょっとでも触れたらね、バーンつってやられちゃいますね。あらら、オッケー、いいね、髪がね、うまく使って、さあ後ろから合流、ほい、合流しろ、次は前か、よし前やね、さあ前しっかり止めつつ、よし完璧。ここは上か、ここ入って後ろにつけたいか、いや大丈夫か、この辺でねかわせるんですよね、これ。よし、これ当たってないんですよ、これこれこれ当たってないんですよ、これ。後ろからで、上からねどんどん降ってくるんですよね、危ない、そうそう、上から降ってくるんですよ、どんどん。ここ安全か、いや安全じゃない、逃げろ、こっち、あ、これでいけるやん、どうこれ、ほらもう見つけたわ、これパターン、もう間違いないよ、間違いです。ちょっと待ってよ、今のダメか、全く覚えてねえじゃねえかよ、パターンを。とりあえず、ここっすね、隠れて、
投入して後ろをちょっと倒さないといけないですね。地味にやるしかねえな。弱くなっちゃったんで、これで当たらないね。ここまで大丈夫。危ねえ。こっからっすね。まずは後ろからやろう。まず後ろから来て、つい上から来るんじゃね。そこまでは OK。 で、ちょっと上から来て、やっぱりさ、上下が楽じゃない。上下じゃない、上下はしてない、まあ、いいね。でもなんかさっきよりいいよ。破壊もしてますし、これから来る。気をつけろ、気をつけろ、来るぞ。うわ、間に合わんの。何回同じシーン見せるんつってね。これ一番ダメなパターンじゃん。同じところね、見せる。カットしろって。カットはせんやろ。勝つから次。もう見えとるやん、こっちは。俺がオールドタイプなのかニュータイプなのか、ここで決めてくれ。はいはいはい。もうさすがに分かったやろ。まず後ろからなんですよ、とりあえず。で次、まあ上から出てきて、スピードアップ。マジかよ、スピードアップ取りに行こうと思ったら。スピードアップ欲しいっすよね。あ、こっちから行けるんだ、これ。スピードアップ、よし。どう？まあ順調じゃない。しっくりよ。気をつけろ。集中。オッケー。終わりました。さあステージ5。スピードアップか。これ前の方がいいかな。前につける。もう一個ね、スピード速い方が動きやすいかなと思ったんですけど、ね、スピードはなしでいきます。ちょっとこれでめっちゃゆっくりなんですけど、ね、ちょこっと操作がやりやすい、こっちの方が。微調整が OK。 うわ、まずいこいつが溜まってくるのちょっとめんどくさいですね。サクッと気をつけた。しっかりかわして、よし、いいね。後ろ抜けよ。広いとこ出たい。あ、でもレーザーの方が良かったかもしれんよ、これ。こっちの方がいいか、分けて。この方がいいですかね、処理がしやすいかな。重いな、ちょっと。オッケー、とりあえず、あれ後ろ、開くね。さっきの4もさ、ちょっといけたよね、あれね。もっと痛かったよね、やられたの。あ、よし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 。やっと強化できるじゃん。待ってだ、待ってだ。おぼしか。ダメージ出てましたね。あ、全然覚えてないですね、ここ。あ、でもダメージ入ってますね。あぶね、あぶね、あぶね。静かに飛んできたよ、今。あ、でも入ってるか。やっぱ引っ掛けたいわ。まあ、コツコツ。溜め打ちの方が早そうやな、ここ。そんなことないかな。重いやん、めちゃくちゃ重いやん。難しくないっすね。ただよく分かってないっすね。
コツコツダメージを与えてるはず。はい、ちょん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 ね。まあちょっと貯めときましょうか。オッケー、終わりました。よし、ステージ5クリア。次がラストですね。さあ、ステージ6、どんな感じでしたっけ。オッケー、今のところ大丈夫ね。まあ、避けることに集中っすね、とりあえず。あ、怖いな。こんなんやったっけ。避けることに集中。当たらなければどうということはない。ね、赤い人もそのこと言うか。あの人言うのは間違いない。避けることに集中して、とりあえず攻撃ボタンを連打。まあまあこれっすよね。よしよしよし。もう順調じゃない。後ろ来んね。後ろも怪しい。怪我した方がいい。さあ、ボス。ボス覚えてねえな。あ、真ん中か。ここ、中、入らん。入んないっすね。あれ、どうしたっけ、これ。大丈夫、これ。与えてねえぞ、ダメージ。溜め打ち？ダメ打ちか。あ、オッケーオッケーオッケー。今か。そんな毎回攻撃が通るわけないよね。よしよしよし、分かった。よく分かってないけど、まあこれさえちゃんと避ければ。ここは届かない。大丈夫ね。慌てる人ねえじゃんこれ。全然開くのを待てばいいんですね。で、開いてからが勝負か。隠れとこ。合ってます。今やね。今だ。25も喜んだやろ今。今だ。ガン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 ヒットしとんじゃんこれ。はい、パターン入りました。これで間違いないですね。あと一応気をつけとこ。こっち側に、ね、飛び出るかもしれない。避けることに集中。投げ。よし、終わりました。これでクリアやね。はい、ということでここで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。